柔道の真髄はどこにありましょうか。柔道の奥義はどういうものでありましょうか。これについて三船十段に直接お伺いいたしましょう。私は柔道の根本を表すものは玉、すなわち球であると信じます。球は倒れた試しがない。いくら点々と弾んでも中心を失うことがない。つまり球は絶対に倒れないものであります。これは球の動きに無理がなく常に中心を保ち無限の変化を生むからであります。十段は60年余りにわたる柔道修行の結果、自分の体を球に攻撃に対しては無限の力を備えておるのであります。ひかばおせ、おさばひけとは古くから武道の極意として言われた言葉であります。球を原理として中心起立を信条とする柔道は、これをひかば回れ、おさば斜めにと分かりやすく説いているのであります。そして柔道は、人間は修練によっては変幻自在、あらゆる変化に応変できる体の構造を持っており、進歩も無限。体を沈めるためにやす。鮮やかに決まった横分かれ。相手はハッとしてその足を飛ぶようにまたぎます。その瞬間を左足で体を左にひねりながら、に決める。浮き腰を横分かれに決める。はだかじめその2、突っ込みじめ。たわらじめ、足くじき、足絡みの防ぎ。後ろから抱え上げられた時のさばきです。後ろ襟取り、後ろから後ろ襟を取られた時の処し方です。上突き刺し、脳天を突き刺さんとくる刹那の守り方です。下突き刺し、腹を突き刺さんとくる相手に対してのさばきです。上突き、上を持って突いてくる時のかわし方です。上突っかけ、上を持って攻撃する相手の制し方です。抜きがけ、相手が刀を抜かんとする時の押さえ方です。切り下げ、刀で切り下げられた時のさばきです。5つの型は柔道理想の姿を表現したものであります。第1は、正しいものの前には抵抗する何物もないことを表したものであります。
第2話、逆らわずして勝つ理想を表しています。第3話、大きく旋回する2つの物体が緩やかに接し、さらに旋回を続けるうち自然に分かれる姿を表したものです。第4話、大きな波が岸に打ち上がり、引き返す勢いで一切を洗い流して浄化する気持ちを表します。第5話、ゴーとゴーとがぶつかればお互いに破滅しますが、パッと交わしてすれ違い、悠々として事なく共存していく気持ちを表したものであります。